皆さん、こんにちは。英文ビジネス E メールコースのご案内です。あなたの英文 E メールを添削指導でブラッシュアップがコンセプトのコースです。星が2つから3つ、中級から上級レベルのコースです。特徴は3つです。1つ目、実例と間違いやすいポイントを収録したテキスト。2つ目、指定と自由。 毎回選べる添削指導。そして3つ目、添削は日本語と英語が選べるです。対象の方は、TOEIC エイック L&R テストスコア600点程度以上の英語力をお持ちの方。また、演習と添削指導で英文ビジネス E メールをブラッシュアップしたい方におすすめです。学習の流れです標準学習期間は3ヶ月間は月全部章章あるテキストを1章 1>, 1週間のペースで終わらせるイメージです。Z 会によるサポート期間は1年間あります。まず、1、テキストで学習。2、課題を提出。課題は全部で10回出せますが、テキストで指定されたテーマで書く場面指定タイプ、自分の好きなテーマでメールを作成する自由タイプ、どちらかを毎回選べます。そして3、添削答案を復習して、 自分の E メールをブラッシュアップしましょう教材ですご受講にはインターネット環境と答案の作成に必要なマイクロソフトワードが必要になりますメインのテキストが英文ビジネス E メール実例表現1200改訂版は Z 回よりお送りいたしますそしてタックからは補助教材として基本英文法コーステキストそして受講ガイド利用ガイドをお送りします お申し込みは、タック受付窓口で現金、クレジットカードでのお支払いのほか、インターネット、郵送、代理店で承っております。なお、タックでの団体受験である、t o e IP c i テストお申し込みのご検討の方は、当コースのみのご受講ですと、Z 改定系コースのため、IP テストお申し込みの要件を満たしておりませんので、ご注意ください。お申し込み後、教材などは随時発送、受講開始となります。 添削指導10回付き資料通信講座の英文ビジネス E メール Z 改定型コース受講料は万 1, 円です。ご覧いただきありがとうございました。